どうも、VIP です。やってきました。VIP です。よろしくお願いします。VIP です。ということですね、本日の動画は、まあね、サムネタイトル見てもらったらわかると思うんですけども、この前ね、出たね、ワールドスターの選手ですね。はい。ワールドスターの選手で、この選手使ってなかったなと。うん。当分使ってなかった選手。まあ、おそらく僕の動画では、久しくの登場と、うん、久々の登場となります。こちら、藤波晋太郎選手ですね。ありがとうございます。いやね、このね、藤波選手ね、もうちょい早く使いたかったんですけど、まあね、強いの分かってるじゃないですか。僕がこの前解説したダルビッシュ杯、もう藤波選手ばっかり、もう本当にね、これね、普段ね、ランク戦しかやってない方は分からないと思うんですけども、上の方の大会、上の方の人たちの大会、もう全員藤波なんですよ。本当に先発が。もう思んないってっていうぐらい、うん。もう藤波ばっかりで、思んないってって感じぐらい、藤波ばっかりなんですよ。もうそれぐらい強いんですけど、まあ、僕ね、この藤波選手ランク戦じゃ弱いと思ってるんですよ。うん、まあ、弱いというかランク戦はね打たれるイメージがあるんですよね。それをねちょっと今日払拭していきたい。あとね、まあ、スピリッツ4700ということで、まあ、しかも久々に使うんでね、いつぶりやろな藤波選手使う、ちょっと記憶にはないです。はい、まあ、それを藤波選手をねふんだんに使っていきたいと思いますんで、称号チャレンジいきましょうか。いっぱいです。はい、いっぱい、もうたくさん、うん、いっぱいです。まあ、こういうね、これちょっとこれもね交換回出すわ。この藤波選手も、藤波選手ね、もう今ゲットできないじゃないですか。僕がこの動画でね強いってこともし証明したとして、いやいやゲットできひんやんけ VIP と、うん、いう方がいっぱいいると思うんで、そういう方たちのために交換回出しますわ。はい、この S ランク置いときます。ということで A ランクを消費したいんですが、まさやな9位上がってほしいかな。うん、ちょっと本なしでいっていい。うん、ちょっとだけ、いや、請求上がってほしいかも。うん、請求。来い。じゃあ4枚で。はい。こちらで。これはクリアだ、さすがに。来い。来い。いいんちゃう。請求自慢来た。オッケーオッケーオッケー。まあ、請求上がればよし。何してんねん。なんて読むの？オライシアン？わからん。オリジュンやん。オリジュンです。バファジュン、バファジュン来た。さあ行きましょう藤波選手。でランク戦の藤波選手打率4割どんぐらい通用するのか。今交流戦あるやん。なんで藤波選手のね動画撮ろうと思ったんかっていうと、その交流戦の相手ピッチャーで藤波選手が来たんですよね。まあ言うたらコンピューターじゃないですか。そのコンピューターの藤波選手から全く打てなかったんですよ。だから、あ、やっぱ強えわってなって、うん、やっぱ強えから動画にしようと思って今動画にしてるんですけど、ほらね、うん、ほら、いや藤波選手のねこのねツーシームがマジでねストレートの見分けがつかんかった久々に見たら。ほらね、あ、これセレクション森友哉じゃね、違うか。まあね、もうここに投げときゃ OK なんですよこれ。うん、もうねここにねツーシームとねストレートを投げとけば藤波選手って抑えれる、すごい不思議な投手。いやー、てかオリックスといえばね、結構T 岡田選手とか、あと足立選手とか、あと誰だっけ、もう一人誰かオリックスの選手で引退、うん、引退発表してる選手がいて、いやもうねこの時期になってくるとすごいもうね引退ラッシュというか、もう引退っていうねの文字がすごい出てきて、例えばこの前やったらね、西武の金子選手、まあ動画で言ったけど、まあ、僕と同い年なんですよね。うん、僕の同い年の選手たちももう引退する時期になってしまったと。僕もすごい年を感じるというか、うん、すごい悲しいっすね。あと増田選手、西武の増田選手も引退発表されてましたね。であとヤクルトの青木選手とかね、ちょっと引退する人たちでリアタイできるかな、選手揃ってるかな俺。さて、なんていうかな、なんかね引退ってすごい悲しいんですよ。いやね、全く例えば別に僕すごい西武ファンとかでもないし、すごいオリックスファンとかでもないんですけど、なんかね一選手が引退する引退セレモニーとか見てると、いやマジで泣いちゃうというか、いやなんていうかな、すごいその金子選手のやつもちょっと今思い出しただけでちょっとうるっときちゃうんですけど、なんかねすごい悲しくなっちゃうんですよね。なんか何だっけあれ、なんかYouTube かなんかで動画で見たんですけど、金子選手、牧野選手かな、西武のが、牧野選手がその金子選手にこう泣いてね、こう抱きつくシーンとか見るともうすごいね、もうね心が、うん、ああいうの見るとね。一方青木選手の岡田監督とね、早稲田大学コンビでこう
岡田選手、岡田監督でこう、え、肩組んでいいですかみたいな、ああいうシーンも、まあ、なんか、なんていうかな、心が温まるというか、あの、そうやって、ああ、いや、そう考えるとね、こう、ギータとかね、まあ、坂本勇人選手とかもそうやけど、言った88年、まあ、僕の2つ上ですよね、36歳とかでも、こうやって第一線でね、まあ、ギータ、今、怪我してて、まあ、もうすぐ復帰するのか分からんけど、まあ、怪我多くなってくると思うけど、マジで頑張ってほしい、うん、ギータ、三振しちゃった。大谷選手がさ、大谷選手そう何歳までやるか分からんけどさ、大谷選手が引退する時の成績ってマジどんなんなんやろな。 50-50 達成するかな大谷。今年もねまだね可能性はあるからね。取れるよ、取れる。ごめん、ちょっと今安直に行ったわ。ちょっと今からしっかり行きますね。ここに投げとけばいいんやから藤浪は。さあさあ、あれね、これね、ストレートも一点張りされ出すとちょっときついんですよね。これちょっとあの終わりたいから全身守備する。ちょっとこれあの延長行きたくないんで。え、ちょっと待って、森肩割る、え、ちょっと待って、森友哉肩割る、ワンバン送球やめて、プロが。ナイスボー、はい、ナイスボー。いや、ストレート張ってんな、ストレート張ってんな、ストレート張ってるけどストレート行くよ俺は、だって藤波だから。おい、ストレート張ってる、ストレートばっかり張ってる。いや、そういう方に対しての配球難しいよな。逆だからそういう方に対して藤波選手って、そのなんていうかな、あのちょっといろいろ考えてる方の方が打ち取りやすいんですよね。でこういう、うん、ストレートばっかり張ってる方はちょっと厳しい。いやー、どうしよう。いや、これ甘いのいくか、甘いのいこう。なんかほら、うん、こういう方にめっちゃつばてた、やばい、ちょっと待って、今めっちゃつばてた。今動画で撮れてるかな、ちょっと動画で撮れてるやったら編集でちょっとアップにしとこう、俺のつば、うん、ほら、うん、こういう方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 にめっちゃつばてた、やばい、ちょっと待って、ごめんね。やっぱランク戦やと打たれちゃうかな、ストレートフォークとかの方がいいかな、フォークにするか。おーしよ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 し、足立選手お疲れ様でした。帰れないでよ、帰るなよ、足立で行けよ、見してくれよ。金子選手の時はね、前のバッターの 元山選手やったっけ、元山選手がね、あえて多分あれわざと見逃し三振したんじゃないかな、金子選手に回すために。なんであなたは帰るんよ、オリックス純正してんのに。はい、そういう方にはちょっとさよならをお見舞いしよう。ちょっとごめん、喋んのやめますね、すいません。金子最強。さあ、ってことで、お、またソフトバンク純正、ファイターズ純正、ちょっとね、純正ばっかり来るんですけど、相手の方打率3割5分8厘ぐらいでしたね。まあ、ちょっとさっき2点取られちゃったんで、これはね、ちょっとゼロで抑えて勝ちたいと思います。はい。もうここにしか投げない。うん。クソ面白くない配球。プロスピ史上一番面白くない配球と言われてる、この藤浪晋太郎の配球ね。うん。で、多分この方は、多分ストレート張ってるけど、ちょっときつそうやね。そしてバッターは、清見。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 清見って何？はい、取れるよ。よし。最近ちょっとね、僕ハマってるドラマがあって、まあ今更なんですけど、闇金牛島くんにハマってます。はい。今更ですけどね。闇金牛島くんめっちゃおもろいわ、ちゃんと見たら。ちょっとね、映画とかはね、ちょろちょろ見てたんですけど、ドラマはね、ちゃんと見てなくて、面白いわ。あれちょっと闇金牛島くん的な、おお、わ、しかも、マリーンズで打った、マリーンズのスタジアムで。闇金牛島くんみたいなドラマ出たいわ。取り立てしたい、取り立て。おいしょ、取り立てさせてほしい。すいません、利息払えません。なしで、どうこれ、すいません、あともう少しだけ待ってもらえますか。なしで、これでいこう、これ闇金牛島君に出た、それでいこう俺、うん、それでいこう、何してんねん、取り立てでいこう。ちょ、こいつ諦めてない？なあ。お前10日で5割でお前、貸し付けんぞ金、おい。あ、こいつ諦めてるわ。じゃあちょっと、
諦めてるから簡単に終わらさんとこ。なしてんねん。